やっぱこの色とデザインすっごくいいわ。こんな感じです。変身変形完了ロボットモードだうーん。顔とか、やっぱりさっきも言ったけどカラーリングとか、本当にアニメの、あのスコルポスって感じ。ボタファの秘密基地ボタファボタファの秘密基地ビースォーズ 動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたほです。今日紹介するおもちゃは、これだトランスフォーマーキングダム、プレイダーコン、スコルポのクだ <laughs> おー、全国のガング野郎、ビーストモード野郎、直撃世代、集結せよそれからちびっ子もぜひ、おたと一緒に見てねそれでは早速レビュー行こうこれは日本ではスコルポス。 スコールポスがね、えー、今回のキングダムで発売です。いや、これ待望のリメイクだよね。パッケージの背面はこんな感じ。ビーストモードはね、サソリです。スコーピオン。ロボットモードにトランスフォームします。開けよう。開けろ。開けろ。じゃん。中はね、ロボットモードで入っています。まずはビーストモードからじっくり見ていこう。じゃん。あのさ、<laughs> とても大切なこと言うの忘れてたんだけど、これを見てるあなたが、昆虫とか、サソリが苦手な人は、今からこう見ていく映像をちょっと気をつけてね。<laughs> あの、ビーストモードね、後で出てきます。で、カードはこれですね。ダイノボットドーです。めくると、こんな感じ。絵柄がね、もう一枚の絵柄の、えー、カードが入っています。じゃあ、スコルパスのビーストモードいきますよ。 スコルポスドーンほらほらほらっていう感じでね。これがス,ポルスコルポスのえビーストモードです。サソリ。<laughs> あの苦手な人いるなぁと思ってね。うん。ちょっとレビュー撮りながら、あっと思ったんだけどね。うん。スタイルがめちゃくちゃいいんだよね。ちょっと地面に置いてみよう。こんな感じです。この色もいいよね。まさにあの、テレビのあの CG。映像のあの CG のカラーリングになってるところが特徴です。 大きさはデラックスクラスなんだけども結構ボリュームがあります。ああ、ちょっと近くで、えー、見てみようか。手で持つとこんな感じです。もう本当に何何 <laughs> 僕実際あのサソリとかさ触ったことないけど、うん、何まあ、実際のサイズっていうかね。うん、結構大きいです。近くで見ていこう。この手のところはこのようになっています。パッと見軟質パーツに見えるんだけどプラスチックです。all plastic. ね、外国人の方も分かりやすいレビューを心がけています。頭部はこのようになってて、あの、ほら、スコルポスって印象的なのが、ちょっとここ眉毛があるんだよね。<laughs> クモ姉さんに、あんたはここ眉毛あるみたいな会話があったような気がしたんだけど、うん。眉毛はないですね。あの、本当にリ,リアルですね。うん。大変リアルです。結構この外装の部分は塗装が多いですね。こう、なんていうのかな。こういう、独特な、 この何、何何昆虫類のさ、この、何ど、ザラザラした感じっていうのかなうまく言葉が出てこないんだけど、そういうのがね、すごく再現されています。ここの部分とかね。で、ここの、ニードルのところですね。ここはボールジョイントでこんな風に動きます。で、ここは、 これ尻尾でいいんだよね。尻尾。この毒針の尻尾のところも可動したりとか。足はすべてボールジョイントの接続となっています。こんな感じで動きます。あとは何と言ってもね、ここの。えー、手ここがね、稼働します。2箇所でこのように可動します。あとは腕、ロボモードの腕がここにあるんで、まあここが、まあ、自由に動くという感じです。裏側から見ると、こんな感じ。ちょっとね、一部。 え、ロボットのものが見えてるんだけど、掃除ってすごくいいよね。で、付属品は2つ。まずは大型ミサイル。これ、ね、手のところからね、こうミサイルを発射してますね。スコルポスね。それからこの、これ嬉しいよね。サイバー B。昔の玩具にもサイバー B の造形あったような気がしたんだけど、これすごく造形がとってもいいです。これはね、劇中で、あの、あれなんだよな、あの、殺人ウイルスと言ってね、これで。これで、あの、 ウイルスに感染されちゃうってやつで、有名なのは、あの、コンボイがね、これで、あの、この殺人ウイルスで、あの、すごいなんか気が狂っちゃうというかう、すごく苦しんで、そう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 。それで、あの、オチとしてはね、最後、メガトロンもこれ <laughs>、これが撃たれて、うん、あの、どうにかしろってね、こう、スコルパス、スコルパス怒られてましたね。 ちなみに、これあの、スコルポノックが英語の名前で、日本では、えー、スコルポスと言います。あのメガトロンの,、ね、あの忠実な副官です。こんな感じ。ビーストモードはこんな感じですね。比較しようか。うん、この殺人ウイルスの時のエピソードで出てきたダイノボットとかね、ボイジャークラスです。で、あとはね、コンボイ。一緒に並べるとこんな感じです。うん 共にこっちがボイジャーなんだけど、ボイジャーに匹敵するぐらいの結構大型サイズでいいですね。こんな感じ。本当メガトロンあればいいんだけど、僕まだレビューしてないんだよね。クモお姉さんとかね。ごめんね。同じクラスのチータース。これもデラックスなんだよね。こうやって並べると。うん、いいね。やっぱこの色とデザインすっごくいいわ。こんな感じです。さあ、お待たせ、スコルポス。ロボットモードに。 変身今回のスコルポノックというかね、スコルポス。オタワテクニカルレベルズバリ3かなちょっと細々しいところもあるんだけど、そんなに難しくないです。僕流でいきます。まずは、足の付け根を内側に押し込む。ここ反対側も押し込んで、これ僕流なんだけど、ちょっとわかりやすいために、 この足がね、全部付け根がボールジョイントになってます。ちょっと内側に持っていきましょう。一番後ろだけまあこういう感じにしておきます。反対側も同様。結構ね、ポロッと取れやすいから、ゆっくり動かしましょう。こういう感じですね。ちょっとこう密着させるような感じでいいです。んでこう。こんな風にしておきます。そしたら、えー、足ですね。足左右で面白い接続方式になっています。こっちから。 これを内側に出すようにしてあげると、こんな風にね、出てきます。で、これが腰ですね。これを中心にして、下ろして曲げて、まっすぐにしてあげる。左右で、このかかとの造形違います。こういう感じ。反対側も同様。あ、反対側同様じゃないんだ。<laughs> こっちはね、かかとがここに刺さってます。これゲコマ。これ押すと、ね、出てきます。このまま出しましょう。 出して、さっきと同じような感じで、変形させますこ。このようにします。で、本体はこっちなんですね。で、この腰の付け根をクランク状に、これ見えるかなこういう感じでね、スライドします。スライドさせて、こっちに持ってきて、最後にロックをかけます。今、こうでいいです。さそしたら、ちょっとこれどかして、今度はね、ここを持ち上げます。 中でね、ロックがかかってるんで、これを、こういう感じで引っ張ると、こうカバーがね、出てきます。これね、さらにもう一段グッと、開きます。しっかり起こして、頭部を、これね、内側に入れておきましょう。入れたら、ああこれ見えるかな穴が両側開いてるんですね。こっちとこっちね。で、ここにピンがあります。小さいピンがあって、ここで接続します。グッと押し込む。 元に戻すような感じですね。ここのように押し込みましょう。触れちゃうね。うん、そしたらもう、えー、ここは、この二つは内側に入れて、で、この尻尾をこんな感じに調整して、で、これはこっち側に入れとく。説明書多分こういう感じです。こうね。さあ、そしたらね、今度は胴体周りです。ここポイントなんだけど、さっきまだロックが。 かかってません。この裏側に、えー、これがピンですね。えー、ちょっと見えるかちょっと突起が出てます。この突起を、ああ見えるかここに線があるんですよね。ここね。要するに、ここにクランク上に移動させると、せーの。聞こえたかなカチッという音がします。これを引っ掛けてあげると、スムーズにいきます。で、これは腕です。このまま腕になります。ロボットの。 肩を下ろせば、こういう風になって、頭部をこう起こします。これね、折り切ってないです。これが定位置なんですねで。頭部を出してあげます。頭部出して、中央部分でピタッといきます。ここがピタッといかないときは、この股関節の中がロックきちんとかかってないです。あとは調整、腕を行います。まあ、こんな感じで、持ってきて、 サイバービーとかはビーストモードの時で向きが変わってるんで、まあ、好みであればね、こういう風に調整してあげましょう。まあ、こんな感じにすれば、変形完了ロボットモードだ <laughs> おお見事にね、変身しました <laughs> いきなりね、ちょっとね、頭身がちっちゃくなりました。手で持つとこんな感じです。うーん。 顔とか、やっぱりさっきも言ったけど、カラーリングとか、本当にアニメの、あのスコルポスって感じ、いいですね。改めて全体のプロポーションはこんな感じ。まあ、さっきもチラッと言ったけど、ちっちゃくなってんだよね。<laughs> もうちょっと頭身が、ね、足がもうちょっと長くてもいいかなとは思うんだけど。ま、あデラックスクラスのボリュームってこんなもんかな。うん、尻尾が、尻尾うん。このね、毒針のところが、すごく長いです。 この辺うまくまとめ、待ってるかなと思います。近くで見ていこう。まずは頭部のアップ。いいね。この顔、本当にいい。何回か言ってるんだけど、アニメから飛び出してきたかのような。目の部分はバイザーになっててね。これは修行ギミックではなく、ゴールドの塗装となっています。ああ、この顔、本当に素晴らしいな胸部。ここのね。 え左右でピタッと閉じたところになります。ここはビーストモードと変わらないですね。腕。こんな感じになってて、足。足な、もう、もうちょっと。<laughs> もうちょっと長ければいい感じだなとは思うんだけどね。うん。で、横から見るとこんな感じで。背負い物結構ね、あるんだけど、ちゃんとしっかり立つっていうところが素晴らしいです。肉抜き穴ちょっと目立つかなーっていう感じですね。うん。まあまあ。 まあまあいいんじゃないかなと思いますね。可動も見ていこう。頭部。このように可動します。あとはちょっと上向けるかな。ここがボールジョイントになってて、腕。しっかり動きます。ここら辺全部軸ですね。渋めになっています。でさっきお見せしたように、ここが開きます。それから、えー、腰。腰は、えっ、ー、とね、一応ね、動きます。少し動いて、足。 この辺も軸による感じでね、動きます。膝。を膝はね、大きく曲がりますね。それから足首。内側にロールできます。外側もいけるか。で、足首はこんな感じです。ここ左右で、あの、わかるかなここちょっと造形が違ってるんだよね。さっきの変形の関係で。面白いよね。こっちは一体になってる。で、こっちはこう。 何かかととつま先が別になってるって感じです。各部を動かしてアクション右手の大型ミサイルをね、構えてる状態です。ちなみに、この何、何あの、さっきのやつとの武器、全然入れ替えもできます。あとは、えっ、ー、と、可動で省略しちゃったんだけど、まあ、こういう感じとかね、表情を細かく変えることもできます。うん、いいね。あの、設置性もバッチリです。他には、このポーズ コンボイを苦しめたサイバー B をね、発射させる状態です。このサイバー B の造形もね、すごくいいんで。もうこれだけですごく飾り映えがします。最後は大きさ比較。同じデラックスクラス。チータスと一緒に並べるとこんな感じ。頭身のバランス的にはチータスの方が大きいんだけど、まあ、尻尾とかね。全体のバランスを含めれば、大体同じぐらいのボリュームかなと思います。 あとは、えー、僕がレビューしたビーストウォーズのトランスフォーマーのキングダムの中で並べるとこんな感じです。こうしてみるとデラックスの中でも一際等身は小さく、まあコアクラスのラットルとか、これよりちょっと大きいぐらいかなという感じですね。僕個人的にはもうちょっとでかくてもいいかなって感じです。ロボットモードはこんな感じ。さあそしたら最後戻そう。ビースモード基本的にはさっきの逆です。 特に難しいところないんで、えーね、どんどん行こう。腕を、そうそうそう、前に出して、横に向ける。これをやっておきましょう。そしたら、このまま、こうやってね、肩の関節ごとを上に持っていきます。そしたら、えーと、ここですね、左右のパネルを開く。ここね、硬いです。 まあ、今や僕は柔らかかったけど、まあ、硬かったらね、さっきの股関節周り、こうやってグーってこう、いじってあげると、押し出されて、ちょっとね、こう、隙間できるんで、それで開いてあげてください。で、僕はこのまま、足を持って、ロックを外すと。こういうふうにしておきます。さあ、そしたら、あ、ここら辺ですね。尻尾伸ばして、ちょっと形整えて、この辺ちょっとどかします。さっきも言ったけど、結構この辺、ふにふに動くんで。<laughs> まあ邪魔にならないようにねちょっとこうどかしてくださいそしたらこの辺をねグッとカバーをこの状態だとね届かないんですねしっかり起こすと勝ちって言いますこれでね起こしましょう行き切るとロックかかりますこのようにしたら頭部を中に入れるさっきも言ったけどこれ全部押し込まなえー、何定位置ここですこういうふうにします そしたら、ああ、取れた。<laughs> あるあるなんだよないじ。いじってるとボールジョイントちょっと外れます。ちょっと直そう。うん、簡単にね、つきますよ。そしたらあ、これをね、元に戻します。息切るまで押し込む。そしたら、裏返しましょう。こういう風になってますね。わかりやすいのは、横にこう倒した時に、腰の正面がこういう風に来るようにセッティングしてください。 そしたら、あ、ここが今度はね、ロックの位置に変わります。これをクランク状に、こうやって尻尾を下ろして、まあ見えなくなっちゃうけど、ここで押し込むと。グッと押し込んでください。そしたら、あ、さっきどっちからやったっけこっちか。こっちから行こう。足をこっちに向ける。で、こう入れていくと。そしたら尻尾のここにね、えー、切り欠けがあるのが見えるかなと思います。ここのラインにね。 合わせるような感じで上に起こすんですね。こうやって。見えるか。うん、ちょっと待って。<laughs> ま、こういう感じです。うん。で、これを起こして、まあ、こういう感じで密着させてあげるとはまっていきます。で、かかとはここからね。えー、っと、失敗した。<laughs> ちょっと待ってください。<laughs> これ、丁寧にやるとな、あれなんだよな、帰って。<laughs> あ、入った入った。うん、これで、こう、押す。押し込んであげると、うん。全部がね、密着します。こんな感じですね。そしたら反対側。これは、えっ、ー、と、今度はこっちですね。こっちに、え、ごめんなさい。<laughs> こっちだ。で、えー、こっちはね、かかとを接続するピンがあります。これですね。これ僕、機能してないんだけど、まあ、これで位置が決まります。そしたら、この太ももを、 こう、内側にね、押し込むような感じで密着させると。こう、ぐっと押し込んでください。これが定位置です。で、今足取れたんだよな。<laughs> まあ、ここなるべく触れないように変形させるといいでしょう。で、えー、定位置に持ってくるわけですね。ぐるぐる回して。これが外れないで変形させるの結構むずいかも。で、あと、ここ開いて。 で、えー、動いちゃったとこをね、元に戻してあげて、こういう風に調整してあげれば、じゃんこれでね、戻し変形完了難しいところは掃除て、うん、どうだろう <laughs> まあ、こんな感じになります。ぜひ参考にしてください一通りの遊び方は、こんな感じ変身,変身というわけで今回のトランスフォーマーキングダムデラックスクラスプレダコン スコルポノックのレビューいかがだったでしょうかこうね、一緒に触って遊んだ気持ちになってもらえたなら本当に嬉しく思います。さあ、レビュー中にも、スコルポスって言ってたけど、多分発売される時はスコルポノックで出るんじゃないかなと思います。まあ、デストロン、敵側なんだけど、いわゆる、まあ、ディセプティコン側ですね。正式にはプレダーコンと言います。まあそういった情報がね、ちょっと抜けてたんだけど、うんうん。掃除じて本当にいいよ。あの当時、 あの、見てたテレビ見てた直撃世代にはたまらないんじゃないかなと思います。本当に CG アニメから飛び出してきたかなような。カラーリングうん、カラーリングいいね。頭身のバランス的には、まあさっきも言ってたとおもうちょっと、<laughs> 足長いといいなと思ったんだけどね。もう出てくれただけでありがたいかなと思います。待望の立体化です。 でね、えー、なんか最近ビーストウォーズ興味持ってるんだよなとか、僕直撃世代だったんだよなって人にはまさにね、今が買い時です。本当にこのトランスフォーマーの歴史で何十年と続く中で、やっとね、本格的なリメイクが今始まったところなんで、これから集めようっていう人にもね、本当におすすめです。あの、トランスフォーマー入りづらいけど、もう今からだったらすごく入りやすいです。 ずっと長年のファンが今のこのシリーズを愛してるって感じです。本当に非常によくできています。これから集めようとかね。ビストボーズ直撃世代だったとかね。もうちょっとラインナップ増えたら色々買いたいなって人に強くお勧めしますき。あ、そうだ。これまだ日本での発売アナウンス出てないんだっけなうん。まあ今までの流れから言えば、間違いなく出る日本でもね、タカラトミーさんから発売されると思います。僕はね、総じて気に入りましたね。大満足です。気になった方、ぜひゲットしてみてください。 今回の動画、面白かったな、楽しかった。<laughs> 参考になった、俺もトランスフォーマーが好きだという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あと、どんなことでも結構です。おー、たぶー <laughs> あー、僕はね、ビースオーズの超激世代だよとかね。あ、なんか名前とか忘れてたけど、なんかこんな感じの見たことあるなとかね。 あ、すごく良かったよとかね。今こんなので遊んでる。こんなのが気になってる。などなど。どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おどおうでしょーおらおらおらーまたねー キッのキッチンシ